セリーグ、巨人0、3ヤクルト、10回戦、ヤクルト6勝4敗、22日、東京 D、1番、中堅、で先発出場したヤクルト、西川春樹外野手、32、が、3試合連続で1回の第1打席に出塁。リードオフマンの役割を全うしている。この日の第1打席は巨人先発の左腕、グリフィンが投じた初球を、見事なセーフティーバントで三塁線に転がした。三塁手の坂本が捕球してランニングスロー。西川は際どいタイミングで一塁を駆け抜け、一度はアウトが宣告されたが、リプレイ検証の結果、判定が覆り内野安打となった。前日の同戦では1回に中越の二塁打を放って先制点を演出したが、この日は小技で見せ、セーフティーバントは思いつき。フィールディングが得意ではない投手と聞いていた。投手に取らせるつもりでやって、いい感じに転がった。投手に取らせられれば一番良かったけど、結果、ヒットになったので良かった、と振り返った。6月2日から15試合続けて1番を担う。今季は第1打席の打率が333、出塁率が429と高く、1回に出塁してホームに生還するケースも多い。リードオフマンとして存在感を示しており、1番を打っている以上はそこに全集中している、と頼もしく語った。